こんにちは。激花の古谷です。リアルタイムで見ている方は、こんばんは。古谷です。どうしたらいい？まだ咲いてるハイビスカスということで、ハイビスカスまだ咲いてる方結構いらっしゃると思うんですけど、どうしたらいいかっていうね、お問い合わせ結構いただくんで、ちょっと動画にしようかなっていうふうに思いましてね、今日はお話ししたいと思います。まずね、ハイビスカス結論から言うと、まだ咲かせちゃっていいです。で、外に置いといていいです。霜が降りるまでは外で OK っていうのが基本です。ハイビスカスの基本です。ということでね、前半ですね、ハイビスカスっていつまで咲いてくれるのっていう素朴な疑問とか置き場所とか、その辺のことをお話しして、後半で、ハイビスカスの剪定についてのね、お問い合わせも結構多くいただくのでね、冬場。その剪定について少しね、する方がいいのかしない方がいいのかみたいな、お話結構ありますので、その辺をお話ししていきたいと思います。ということでね、前半なんですけども、まずね、ハイビスカスね、12月ぐらいまで咲くんですよ。12月のね、僕がハイビスカスを今年は育ってないんですけど、あったのはね、12月中旬ぐらいまで咲いてました。まあ、霜が降りる頃まで、ずっと咲いてるんですよ。すごいですよね。ハイビスカスって夏のイメージじゃないですか。でも真夏ってあんま咲かないんですよ。咲かなくて、実は秋冬結構しっかり咲いてくれる。しかも大きい花でいい花咲かしてくれるんですよね。ということで、まだまだ楽しめるんでね、楽しんじゃってください。楽しんじゃってください。で、外のね、どこに置けばいいのっていう質問多いんですけど、これ部屋の中にいちゃダメです。絶対ダメ。外に置きっぱなしにしてください。外に置きっぱなしで、霜が降りる頃になったら、移動させるっていうね、冬越しっていう作業が必要になってくるんですけど、今はね、11月とかだったら、まだまだ外で全然 OK ですから、外の日当たりのいい場所に置いとくと、どんどん咲いてくれます。で、水やりどうすればいいの？これもね、今まで通りでいいんですよ。乾いたらたっぷりあげてください。むしろ夏場よりも管理しやすいですし、超簡単なんで、ぜひ、ハイビスカスね、そのまま水やりもしてあげてください。乾いたらたっぷりです。乾いたらたっぷりを繰り返すだけ。もうほんとそれだけなので、やっていただければと思います。あとね、肥料。これ、あげた方がいいの？あげない方がいいの？っていうお話があると思うんですけども、これね、肥料もね、まだまだ生育してますんで、あげちゃって OK です。あげる場合は、これですね、プロが使う基本肥料。これがまだまだね、あげてから4ヶ月間効きますんで、まあ入ってるよっていう方はそのままあげていただ、にしていただいて OK ですし、もう切れちゃうよっていう方は追加しといてください。で、冬越しするときに、一回取る。これをね、やっていただければ OK です。で、サキマックス。サキマックスちょっと手元にないですけど、サキマックスの後ろの方にちらっと映ってますけどね。あげていただいても OK です。サキマックスをあげる場合には週に1回ぐらい。10日に一遍とか週に一遍とかそれぐらいで OK です。で、植え替えってしていいの？っていうお問い合わせいただくんですけど、植え替えはね、これね、しない方がいいんですよ。なんでかっていうと、これからね、冬越しに入っていくじゃないですか。で、冬越しって、どちらかというと仮死状態で冬を越していくので、植え替えしちゃうと土が増えるんですね。で、土が増えると何が起きるかというと、含む水分量が増えちゃいます。含む水分量が増えると何が起きるかというと、寒さでね、根っこが、水が冷えて、根っこが冷えちゃうんですね。根っこが冷えると何が起きるかというと、枯れやすくなっちゃいます。水加減が難しくなっちゃうんで、植え替えはしない方がいいんですよ。ということでね、ここまでが動画の前半なんですけども、なんとなく管理の仕方、分かっていただけましたでしょうか？どうですか？ね、なんとなく分かったと思うんですけど、後半ですね、その剪定について少しお話ししていきたいと思います。まあそもそもね、この剪定した方がいいのか、しない方がいいのかなんですけども、これね、あなた次第です。どちらでも OK です。OK なんですよ。なので、してもしなくてもいいです。ただし、ハイビスカスそもそもなんですけども、ハイビスカスは新しく伸ばした枝に花をつける性質があるわけですね。ということで、枝数が増えた方が花数も増える。なので、剪定をした方が翌年たくさん咲いてくれるっていう考え方が、ハイビスカスの考え方です。なので、剪定を、挑戦してみたいっていう方は切っていただいて、新枝を増やすっていう作業をしてみていただければと思います。じゃあどれぐらい切ったらいいのかっていうことなんですけど、思い切ってですね、半分ぐらいに切っちゃっていいです。バチンと枝が例えばね、下からこうボッと出てる場合はこの辺でパチン、なんとなくわかります？物がないんでね、説明しようがないんですけど、ボッと出たら真ん中ぐらいパチン、ピューっと切って上でパンってなってるやつは、この枝で切っちゃうと上がねもったいないんで、こういうねスタンド仕立てのものは周りをね切るしかないんですね。周りをちょき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 、浅い剪定になってきます。でここからこういう風に枝分かれしているものはパチ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 と切っていただければ OK です。なんとなく伝わりますかね？なんとなく伝わりますかね？分かんないという方はね、今現在のハイビスカスの写真を撮っていただいて LINE で送ってください。 LINE はね概要欄のところにリンク貼ってありますので、そこを見てね、送ってください。で概要欄は、スマホで見てる方は分かりづらいんで、タイトルの文字がずらずらっと並んでるんですけど、一番端っこに逆三角形のマークがありますから、それをパチッと押していただければ出てきます。ということで、剪定ね、なんとなく分かったと思います。じゃあ、剪定した後、どうしたらいいのっていうことで、霜が降りるような季節になってきたら剪定をして、僕の場合、僕東京に住んでるんで、冷えてもマイナス5度なんですよ。その場合は、水を一切、もうほとんど与えずに、軒下に置いとく。月にね、1回か2回ぐらいですね、水あげるの。それもちょろっとだけ。で、12月、1月、2月と全然 OK でした。これ毎年のことなんですけど、全然 OK でした。で、それ以下に下がるような方の場合には、ちょっとね、室内に入れた方がいいですね。で、室内でも、窓際の日当たりのいい場所で、部屋の中で霜が降りるっていうことはないですか？寒さにね実は強いんですよ、ハイビスカスって。なので、そんなにね気にしなくても、比較的冬越しはしやすいです。冬越ししやすいんでね。あとマンションの方、ベランダで屋根がついてれば軒下になってますから、そこで全然 OK ですよ。全然 OK できちゃいます。ということで、冬越しの冬越しの動画がね別口でありますんで、それちょっと概要欄に貼っておきますから、それもね見ながら冬越しをしていただければなっていうふうに思います。はい、ということでですね、この動画見ていただいて面白かった、役に立ったという方は是非チャンネル登録、そして高評価を押していただけると嬉しいです。ということでね、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。さよなら。